皆の者、親方様は決して戦いに弱腰ではござらん。親方様の思い、しかと心に刻みおくのじゃ。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。風のように動くかと思えば、林のように静まり、火のごとく攻めるかと思えば、山のようにして動かず。我が軍勢覚悟あるべし。これぞ新しき灰の旗じゃ。今、孫氏の旗のもと、武田軍の新たな戦いが幕を開けようとしていた。